はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、最近スタミナが余りまくってると思いますので、ランクアップのための経験値効率の美味しいクエストをご紹介していきます。それがこちら、イニシエの恐竜 FF8 の高難易度クエストとなってます。難易度300、400ともにですね、基本的にもらえる経験値は3万と同じになってますので、低い方選択していきましょう。で、まず、パーティーを2つご紹介したいんだけど、1つ目がこちら、フィニッシャーを1人、そして、タッグアタックのチェイン役、火属性の付与役と LB のステータスバフ役で、ステータスと属性のデバフ役となっております。で、ティーダの位置なんだけど、他のキャラクターでももちろん替えが効くようになってます。ルビカンテのフレアやセフィロスの LB で、その他クラウドとか、ダークレイン、タイバスの LB なんかで簡単に落とせるようになっております。で、次のパーティーがもう一つこちら、レイン&フィーナの30キットの LB を繋いだパーティーとなってます。火属性の付与役、ステータスと属性のデバフ役、LB のバフ役となってます。まあ、簡単に装備ご紹介していきましょう。まず、青フィー、裏からスタートさせます。アビリティ、ブグバイ率、LB、ドラゴンはすべてマックスの装備構成とアビリティ構成となってます。特にね、装備にスパトラ使うわけではないので、そこまで難しくはないかなと思います。で、青フィーは簡単にね、自分で覚醒することができますので、スパトラ簡単に獲得できるようになってますと。ビジョンカードは攻撃力が高いもの。続いてレイン。レインの装備はアビリティは若干足りないが、ブグバ率はマックス LB200 の竜200といった装備構成とアビリティ構成となってます。こちらはね、運命の覇者使ってブグバ率を高めているような形となっております。あとはドラゴンキラー採用するために、氷魔ラスウェルのスパトラを採用してます。ドラゴンキラーが 50% 乗るようになってます。まあ、こんなね、結構低めの装備構成に関わらず、簡単に1ターンで落とせてしまうので、そちらご紹介していきましょう。はい、じゃあ早速やっていきます。まず、由来者、LB ゲージの供給役となってますので、4000味方に供給していきます。エアリスは裏のアビリティ、使って火属性の付与、火の威力アップ、ステータスのバフ、味方全体にかけていきたいと思います。で、ギルガメッシュはトリプル使いまして、ステータスのデバフを2回、そして、8属性、つまり火属性の 120% のデバフを味方、敵にね、入れていこう。で、青フィーは裏の LB、レインも裏の LB、ステータスのバフすべてかけ終わり、デバフもすべてかけ終わったら、トトン簡単に転移をしてあげてください。そうすれば、フルチェインして、一撃で落とせるようになっております。まあ、結構簡単かな。あとはこれでオートリピート機能を使って全回操作再現で簡単に周回することができます。もう一つのパーティーご紹介していきましょう。はい、じゃあもう一つのパーティーやっていきましょう。今回は、まあ、みんなが多く持ってるザナカンティーダをフィニッシャーに置いていこうかなと思います。ギルガメッシュトリプル使ってステータスのデバフ、そして火属性の 120% デバフを使っていきます。エアリス、裏の LB を使いまして、ステータス、LB バフを味方全体にかけていきましょう。ザイル、トリプル使って、まあ一応やることはないんだけど、火属性のデバフ、そして火属性を味方全体に付与、火属性の威力アップを味方全体に。で、あとは適当なアビリティ、ティーダに使っておきましょう。そしたらティーダは LB、エースオブザ・ブリッツ使っていきたいと思います。タイミング的には、ビックス&ウェッジ、あ、装備の紹介をしようか。気をつける点は、ビックス&ウェッジに二刀流、そして火属性の武器を持たしているという点。で、攻撃力を、攻撃の回数を高める、戦うの効果がプラス1されるものをつけてます。で、ティーダなんだけど、ティーダの装備はこんな感じ。配布とかでなるべく固めては見たんだけど、アビリティ、ブグバイ率、LB、ドラゴンキラーはマックスといった装備構成、そしてアビリティ構成となっております。ビジョンカードは攻撃力の高いもの、そして LB の威力が上がるものを採用しております。じゃあやっていきましょう。で、タイミング的には5チェインぐらいしたらティーダ押していこうと思います。これでも簡単にワンターン周回ができるようになっておりますので、ぜひね、この機会にランクを高めておくのはいかがでしょうか。まあ、あとは直近、あさってに来る月1アリーナのスタートダッシュを決めるためにランクアップ寸前で調整することも大事かなと思いますので、ぜひ、まあ、スタミナが余ってやることないよという時は、こういう風にね、ランクアップの効率のいいクエストを回ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それでは、さよなら。